もこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、茨城県に来ております。そして、現在いるのが、かみねレジャーランド。先ほど行ってきたのがかみね遊園地とかみね動物園ですね。素晴らしい場所だったので、まずはですね、概要欄 URL よりそちらの動画を見ていただいてから、またこちらの動画に戻ってきていただけたら嬉しいです。この後は本日宿泊を、する磯原シーサイドホテルさんかなに向かいます。ここから約1時間くらいのドライブなんですけどね、天気がよく、しかも海沿いらしいので非常に楽しみですね。ではここからドライブ1時間楽しみます。しました、磯原シーサイドホテルさん。ではチェックインします。チェックインしました。そしてお部屋紹介です。本日はスタンダードなプランで予約しましたので、部屋はシンプルですがおしゃれな、おーおーおーおお、わざわざロハスですね、ロハスで、目の前が海。あ、しかもベランダ出れるんだ。うわー、綺麗。あらまあ、何から何までおしゃれに飾られてるじゃないですか。これも美味しそう、食べよう、お腹すいた。あー、風呂も思ってたより全然広い。ベランダ出てみました。本当に目の前が海、波音がはっきりと聞こえますね。はい、いいね、ここでゆっくり座りながらビール飲みたいわ。まずはじゃあ温泉に入ってきますか。露天風呂がですね、入れ替え制でして、男性が午後5時からか、それだとご飯の時間近いから夜入るかな。とりあえず内風呂入ってきますわ。宿泊者限定で使える磯原ラウンジに来てみました。めちゃめちゃナチュラルな感じでおしゃれ。あ、逆光になっちゃってるね。こっちから撮ったらどうだ。風呂上がりとかここでゆっくりしたいですね。はい、見えるでしょこれ。どうですかこの空間。パチンコか。うわ、遊べるんだこれで。チェスとか他にもありますね。ああ、このサッカーもどきもあるわ。温泉入ってきました。今日は比較的あったかいんで、すぐのぼせてしまいましてね、気持ちよかった。それではまだ時間も早いんですけれども、この景色を見ながらこいついただいちゃいます。そして寝ます。軽く寝てしまいました。あと10分くらいで夜ご飯です。はい、これお酒に
じゃない。ビール来たー、乾杯。一品一品がね、すごくおしゃれで、すごく美味しい。マジでうまい。日本酒も調子こいて頼みました。ラストデザートです。ごちそうさまでした。周りにお客様がいらっしゃったので、あまり興奮して喋ることができなかったですけど、すごく美味しかった。あまりこういう料理食べたことないですけど、ていうか初めて食べた料理ですけど、すごく美味しかった。料理は美味しいっていう口コミ見てたんですけどね、ここまで美味しいと思わなかった。もう美味しいっていう言葉しか出てこないですね。一つ一つの料理がゆっくり運ばれてきて、で手もだいぶ込んでるんで、もう今まで食べた旅館飯の中でもトップ3に入るぐらい美味しかったっすね。ゆっくりしてから露天風呂入りたいところですが、次が9時からなので、それまで暇ですね。寝ちゃいそうだなこれ。9時になったので露天風呂行ってみます。おそらく人いると思いますね。やべー、誰もいなかった。貸し切りだ。急いで入ります。マジか。露天風呂入ってきました。まさかの貸し切りでしたね。目を疑いましたよ。おそらく 2,30 分入ってたんですけどね、誰も来なかった。男の人はね、ご飯食べてる時に10人ぐらいいるのは確認したんですけどね、まあ入れ替え制ということもありまして、時間がずれたりしてるからタイミングが良かったのかな。最高でした、マジ。明日の朝はね、ご飯後から入れるんで、朝はもしかしたら入らないかもしれないですね。寝起きに速攻入りたかったんで。まだ時刻は午後9時半なので、軽く晩酌をしていつものように動画編集してから寝ます。それではおやすみなさーい。おはようございます。現在朝7時過ぎぐらいですね。気持ちいい。眠いけど気持ちいい。いやー、朝風呂入りたかったな。朝露天風呂、もう7時から朝食バイキングが始まってますので、行ってきます。それにしても素晴らしい景色ですよ、朝から。本当
いただきます。ごちそうさまでした。朝食バイキング本当に美味しかった。すごくないですか。ほぼ自家製ですよ。この宿の価格帯でこの料理のクオリティを食べれるって本当すごいな。最後に屋上露天風呂行ってみます。また貸し切りだ。やーべえ。入りまーす。朝露天気持ちよかった。またまさかの貸し切り状態とは思わなかったな。なんでみんな入らないんだろう。たまたまタイミングが良かっただけかな。マジで気持ちよかった。それではこの後ゆっくりしてチェックアウトします。今日も天気が良さそうだから早めにドライブしたいですね。そろそろ行きますか。チェックアウトします。いかがでしたでしょうか。磯原シーサイドホテルさん、やはり印象的だったのが屋上露天風呂、おしゃれな内観と、そして何よりも手の込んだ創作料理ですね。料理に関しては夕食朝食ともインパクトがずば抜けていて、予約する前はあまりこういった料理って自分の舌に合わないんじゃないかなっていう先入観があったんですけれども、そんなことを思っていた自分を殴りたいですね。マジでうまかった。そして朝夜の露天風呂も気持ちよかったし、貸し切り状態で入れたし、口コミ評価がすごく良くてリピーターが多い理由がはっきりと分かりました。本当に素晴らしいお宿さんでした。ぜひ一度磯原シーサイドホテルさんの料理を皆様に食べていただきたいです。というわけで、今回の動画はここで終了とさせていただきます。行きにね、ナビを見ていたらバンクシーの絵があったっぽいので帰りに見に行ってみます。天気もいいしね。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。こちらが突如現れたバンクシーの壁画だそうです。だいぶ消えかけてるのかな。このハートはまだ濃いけど、こっちは半分くらい消えてるのかな。元がどんな感じだったかわかんないですけどね。ちなみに周りの景色はすごくいいです。砂浜も綺麗で気持ちいいよ。こんな感じです。